結局死んだか。どうしたの？例の事件の実行犯の一人だ。ゆえさんが先日捕まえて開国した後解放したんだが。開国？目ん玉と睾丸合わせて4つのうちどれか1つを摘出すると言われて、こいつは睾丸を選んだ。そのえげつなさ、さすがだね。犯人はこれで全部捕まったの？いや、まだ一人残ってる。最初に煽るような投稿をしたやつだ。そいつが画像を投稿していたのは最初の頃だけだから、ひょっとしたら今は活動していないのかもしれないな。他の投稿者がいなくなったらまた出てくるかもしれないが。そのサイト、やっぱり教えてよ。なんで今更首を突っ込む？新しい相手とはうまくいき始めてるんだろう？調べたとしても身元を特定できるとは限らない。分かったとしてもそれを伝えるかどうかはまた別だけど、そのサイト、学校の写真も載ってるんだろう。ひょっとしてクライアントも被害に遭ってないかなと思って。クライアント？ああ、ゆえさんに頼まれたとか言ってた幼稚園か？そう。もしそこの写真があったら消してあげたいし。どうせならサイトごと消せよ。ゆえさんの捜査に差し支えがないならサイトごと消したっていいよ。でも今はまだ消せないだろ。だからとりあえずどこかだけ教えてくれる？わかった。でも相当胸クソの悪いサイトだからな。覚悟しろよ。よし、行けた。チョンギュウさん、大事な話がある。どうしたの？この写真、いつ撮られたかわかる？どうして、あなたがこんな写真を持ってるの？あるネットに絡んだ事件の捜査をしてたら見つけたんだ。児童ポルノ画像が交換されるサイトに掲載されてた。これ多分音楽の特別授業の時に撮られたやつだよね。事件の捜査ってどういうこと？あなた本当は警察なの？警察じゃないよ。探偵みたいなものかな。ネットに詳しいから時々相談を受けるんだ。でもアランさんはそんな人じゃない。何かの間違いじゃないの？ほら、アランさんが周囲に出したパソコンに入っていた画像が流出したとか。その可能性も検討した。でもね、この画像を投稿したアカウントの使ってるメールアドレスと
アランさんのメールアドレスが一致するんだ。どうしてそんなことまでわかるの？俺さ、ハッカーなんだよ。ハッカーっていうか、クラッカー。ハッカーって、あなた勝手にサーバーに侵入したりしてるの？必要に応じてね。どうしてそんなことを今さら言うの？ごめんね。本当はそういうのからは足を洗おうかと思ってたんだ。思ってたって過去形なの？今からやめることはできないの？思い出したんだ。俺、人を殺してるんだよ。俺さ、子供の頃に性的虐待を受けてるんだ。だから、こういう奴らは許せなくって。それである事件の犯人を殺したんだ。それで、悪夢を見ずに眠れるようになった。捜査に協力したのも、やっぱり、まだそういう奴らが許せなかったから。その目的のためには、平気で何でもできる人間なんだよ、俺。まさか、アランさんも殺す気なの？それはしないよ。ただ、彼には特別講師をやめてもらうべきだと思う。やめてもらってほとぼりが冷めたら、警察に彼が児童ポルノを撮影所持していることをリークして、逮捕してもらう。そうすれば、ユンティン幼稚園への影響は最小限で済むよね。これからもその捜査のためにハッキングを続けるつもりなの？うん。やめられないの？うん。私はそれを受け入れなきゃいけないの？うん。受け入れてくれとは言わないよ。ただ、隠し続けるのは不誠実だから、言うなら今だと思ったんだ。どうしてそれを付き合い始めてから言うかな。ごめん。付き合い続けたいと思えるぐらい好きな相手じゃないと言えなかったんだ。私と付き合い続けたい？本当は付き合い続けたかった。でもやっぱり無理だ。チョンギューさんは俺にはもったいない人だから。やだな、その言い方。地味に傷つくんだけど。ごめん、女性の扱いには全然慣れてないんだ。でもさ、そう思ってるの嘘じゃないよ。チョンギュさんは自分に自信がないみたいだけど、俺から見たら本当に魅力的だよ。チャーミングだし、真面目で仕事熱心だし、アメコミに詳しいし、それに ありがとう。わかったよ。私が自分に自信がないのは私の問題。でもあなたとちょっとだけでも付き合えて少しだけ自信が持てたの。感謝してる。いつかあなたに心の平安が訪れることを心から祈るよ。最後にもう一度だけハグしていい？アッシュの正体が分かったよ。
ありがとう。わざわざ調べてくれたのか？アッシュはあの SNS の運営者の別アカウントだった。他にもあの SNS の利用者の半分ぐらいは身元を特定した。いろいろ説明したいんだけど、これから会えない？データだけ渡してくれれば、あとはこちらで何とかする。それじゃダメか？俺はユエさんと同じ側の人間。それに気づいたんだ。グアイ、ユウが何か手がかりを見つけたらしい。これから事務所で話を聞いてもいいか？構いませんが、それなら席を外しましょうか。そんな気遣いはいらないよ。事務所まで来てもらえるか？具合も同席する。わかった。じゃあこれから行くね。ここで摘出手術をしたの？この部屋ではなくて奥の部屋だがな。ルクから聞いたのか？うん。このファイルが身元を特定できたユーザーのリスト。一体どうやって調べた？ SNS のユーザーデータベースをクラックして登録メールアドレスを取ってきた。フリーの SNS ツール使ってたから、セキュリティホールがあったんだ。あとはそれを Facebook で検索しただけ。大したことはしてないよ。それだけで、そんなに一致するものなのか？俺もちょっとびっくりしたけどね。でもまあ普通は、あの SNS のメールアドレスが流出するとか、思わないのかも。なるほど。アッシュが管理者の別アカウントだっていうのは、サーバーアクセスログで確認した。ただ、アッシュはもともとユエさんが探してた相手だからデータを渡すけど、他のユーザーは、身元が分かったらどうするつもり？どうする、とは？まだ、暇つぶしで殺してるの？ユエさん、いや、リリは覚えてないかな。ピーターってプレイヤーを。あれは、ユウだったのか。やっぱりリリは、ユエさんだったんだね。なぜ今更それが分かった？リリにあの話をした後、俺に危害を加えた奴が、睾丸と眼球を全部摘出されて死んでたって噂を耳にしたんだ。噂だから本当かどうかは知らないし、本当に死んだのかすら怖くて確認できなかったけど。それがユエさんの処刑スタイルなら、ひょっとしてと思ったんだよ。この前死んだ男のことをルクから聞いたのか？うん。でもさ、あの時俺は相手が誰かも伝えてないし、殺してほしいとも言わなかったよね。なのにどうして殺すことができたの？ユウが示しているのが誰のことなのか
わからない。残念ながら、ただの偶然だな。だが、そのやり口は、多分私だろう。殺した理由は、私を陵辱した相手だからだ。そうだったんだ。俺、実は身元が知られてるんじゃないかって相当慌てたんだよ。もしくは自分が夢と現実が区別つかなくなったんじゃないかと怖くなって、ゲームをやめちゃったんだ。それはすまないことをしたな。ううん。ゲームをやめたことが外に出るきっかけの一つにもなったから、それはいいんだ。ただ、あの時リリは、人を殺しても、心の底に檻が溜まっていくだけだけど、自分は殺し屋以外の何にもなれないから殺し続けてるって言ってたよね。俺も、ゲームにのめり込んでもストレスは溜まるばかりだったけど、自分には他に何もできないと思ってたから、ずっとやってたんだ。でもそれは、ただの依存だったって、やめてから分かった。今のゆえさんはそんなことはしそうにないと思うけど、もし理由があれば突き動かされてしまうなら、リストは渡さない。その代わりに、警察にリークして、法の裁きを受けさせる。ユウが集めた情報なんだ。ユウの好きにしてもらって構わない。今は高架界の看板を背負っている以上、個人的な趣味を追求するわけにもいかないしな。じゃあ高架界を辞めたら再開するの？それはわからない。とりあえず今は高架界がゆえさんの抑止力になってるってことだね。抑止力、そうかもしれないな。わかった。じゃあこのリストはとりあえず警察の方に流す。で、アッシュの方については俺も対応に協力するよ。ユウ、あなたは今、片着の女性と交際しているんじゃないのか？血なまぐさい仕事はこちらに任せて、あとは手を引くことを進める。どうしてそれを？ひょっとして兄さんが何か言ったの？ルクの名誉のために言っておくが、ルクからは何も聞いてないよ。たまたま私が街中であなたたちを見かけただけだ。そっか。でもそっちももう心配してくれなくていいよ。彼女とは付き合わないことにした。だからこの件は俺もチームに入れてもらっていい？わかった。お前は実績もあるし、暫定的に護衛チームに入ってもらう。ただし、ボディーガードとしてふさわしい態度を取るように。やったね。それではアッシュについて分かった内容を教えてもらえるか？うん。アッシュの正体は、こいつ。鉢植え落としてきた奴の監視カメラの映像とも似てるでしょ？Facebook の情報によれば、もともと内地の人間で、香港に来たのは今年に入ってから。だけど、こいつが投稿した画像の位置情報に、ラオバンの家で撮られたものがあった。っていうか、機種情報からして、ラオバンがこいつに送った画像をそのまま使ってたんだと思う。つまり、ラオバンの知り合いなのか？ラオバンが使ってたマッチングアプリにも、同じ人物の写真が使われてるアカウントがあった。だから多分、そこで知り合ったんじゃないかな。
だがこのサイトはゲーム系というわけじゃない。自分の趣味のために作ったんじゃなさそうだな。ひょっとして集まった画像を海外向けアダルトサイトに流して金に変えたりしてたか。ビンゴ。このサイトのドメイン所有者情報で引っ張ったら出てきたよ。見つかりにくいようにそっちは香港からのアクセスは遮断してあった。芸が細かい。どうやらコンネイが嫌いなんだよこいつ。だから嫌がらせであんなサイトを作ったんじゃないかな。ただ、さすがに正確な住所まではわからない。ドメイン情報の住所はデタラメだったし。勤務先は？ Facebook ではどういう連中とつながってるんだ？ Facebook の解説は香港に来てからしたみたいで、つながってる相手はほとんどいない。愚痴のような日記が少しあるだけ。アプリ経由でおびき出すことはできないのか？それはちょっと難しいかな。しばらくログインしてないみたいだし。他に分かる情報はないのか？こいつが使っていたアカウント名でいろいろなサービスを検索して、それらしい人物がいないか探してみてるけど、決め手になるようなものはないね。正体といってもその程度か。ネット上で追い込みをかける程度なら、メールアドレスと名前と SNS アカウントが分かれば十分だしね。それでも手がかりがない状態と比べたら格段の進歩だ。ありがたい。そういえばラオバンの iPhone は今どこにあるんだ？身寄りがないということだったので家の処分は B に任せましたが。あ、そうか。ラオバンと知り合いだったならやり取りの記録があるはずってことか。それなら前にラオバンのスマートフォンに仕込んだトロイで引っ張ってきたデータに何かあるかも。確かにアッシュのメールアドレスとのやり取りがある。それも結構親しかったみたいだな。店の方にも来てたみたい。なるほど。なら NASA の連中にも聞いてみるか。あと人探しならダイが本職だ。そっちにも協力を頼んでみる。そっか、そうだね。 B に処分したものについて聞いてみます。他にも手がかりになるものがあるかもしれません。頼む。それから U。 何？護衛チームに入るなら在宅時の護衛を担当してもらいたい。いいか？いいけど。それならこの件が片付くまでの間は俺ここに常駐していい？ここに寝泊まりする気なのか？前に呼ばれた時もそうだったよね。何か問題ある？ゆえさんはそれでいいんですか？問題ない。親密な関係は終了している。含むところは何もないよ。仕事として請け負う以上、ゆえさんが不愉快な思いをしないように気を配ります。わかった。それでは頼む。一度戻って荷物を取ってくるか。
とりあえず俺のできそうなことはこのノート PC さえあればいいから、このままで大丈夫。俺ノマドだからね。一応銃も持ってきてるよ。わかった。では屋敷に戻ろう。ここに来るのも久しぶりだな。ごめん、辛いことを思い出させちゃったかな。いや、大丈夫だ。私は少し横になるよ。明日、ルクが来るまでの間、起きていてもらっていいか？イエス、マダム。ここでデータ解析してればいい？それとも、寝室で見張ってた方がいい？前の時ほど、事態が切羽詰まってるわけじゃないから、どちらでもいいよ。ルクやグアイは、同室はしてない。そっか。じゃあ俺も、節度を守ってここにいるよ。一つだけ聞きたい。彼女とはどうして別れたんだ？気になる？街中で見かけた時はいい雰囲気でお似合いに見えたからね。そっか。俺にはもったいない人だったんだよ。ちゃんとした仇の子だし、クラックが趣味で人を殺したこともある俺なんかじゃ釣り合わない。そう告白して振られたのか？ううん、俺の方からそう告白して別れてもらった。なんでまた？やっぱりユエさんのことが好きだって分かったから。なんてことはないよ。兄さんから裏サイトのことを聞いたら、いても立ってもいられなくなったんだ。そんなサイト、クラックして利用者の正体を暴いてやるってね。リリにとって殺しがサガなように、俺にとってはクラックがサガなんだ。どうしてユエさんがため息をつくの？せっかくユウが堅気に戻るチャンスだったのにな。期待に添えなくてごめんね。兄さんにもそう言われたけど、俺は後悔はしてない。さてと、質問はそれだけ？ああ。待って、じゃあ俺の方からも一つだけ質問。なんだ？ユエさんは？やっぱりいいや。また今度にする。おやすみ。どこのアドレスだろう、これ。ひょっとして、ここに所属してる可能性があるかな。ソーシャルハックするしかないか。おはよう。何もなかったから問題ないよ。
飲むか？それとも飲んだら眠れなくなるからやめておくか？いただくよ。今日は調査？何か分かったのか？アッシュの勤務先が分かったかもしれない。ここから取れる方法は2つ。1つ目は会社の近くで張って、アッシュ本人が確認できたら後をつけて確保する。ただしここは結構規模の大きな会社で死者も複数あるし、あまり現実的じゃないかもしれない。2つ目は社内のイントラネットへ侵入して人事データを入手する。これにはやり方が大きく分けて2つある。1つは物理的に社内に侵入して社内のパソコンからアクセス。ただし入室するのに入管証がいるかもしれないし、監視カメラや警備システムの対応もしなきゃいけない。もう一つはここの社員が遠隔勤務に利用している PC を入手してそこからアクセス。ただ人事データだとある程度の権限がある人間じゃないとアクセスできないかもしれないから、相手の選定が必要。ふむ。一応経営陣の顔と名前については一通り調べた。市場は住所も分かってるけど、さすがに住所が分かるような連中は自宅のセキュリティもしっかりしてるよね。だからまずは会社のセキュリティ状況を調べてこようと思って。経営陣のリストを見せてもらっていいか？よし、こいつをターゲットにしよう。え、なんで？こいつはあまりに酒癖が悪くて、酔うとホステスに絡むので、流送化系列店を出禁にした男だ。いつもノート PC を持ち歩いていて、どこでも仕事をすることを売りにしていた。なるほど。系列店は出禁になったが、週末はチムサーチョイの他の店を飲み歩いているはずだ。会社から後をつけて店から出てタクシーを拾う前に拉致ればいい。ルクが来たら出発だ。聞いていいのかわからないが、そのあんたとユウはよりを戻したのか？いや、そういう事実はない。そうか、泊まり込むことになったと聞いたからてきりソーナのことを思ったが。本当に残念だと思ってるか？ほっとしてるんじゃないのか？兄としては弟の幸せを願ってるが、正直あんたとユウじゃ背負ってるものが違いすぎる。よく付き合えるなと思ってたのは確かだ。別に背負ってるものの重さの違いは障害にはならないさ。むしろ互いに背負ってるものが重い方が時として障害になる。それもそうか。ただ兄として片木の子と付き合ってくれた方が安心だというのはわかるよ。私もそこは残念だ。まさかユウから聞いたのか？いや、先日たまたま見かけただけだ。ルクは紹介を受けていたのか？まだそこまでの段階じゃなかったようだな。それに元殺し屋の人間をそう簡単に紹介はできないだろう。
もしあいつが仇の相手と初対でも持つ気になったら、俺と縁を切る覚悟が必要だ。それはそれで寂しくないのか？寂しくないと言えば嘘になるが、もともと優と俺は種違いだからな。子供の頃はろくでもない親という共通の敵から俺が優を守っていたが、今はもうそれも必要ない。巣立っていくなら喜んで見送るよ。そうだったのか。言っとくが、あんたとの付き合いを否定するわけじゃないぞ。優にとっては茨の道だろうが、あいつがそれに立ち向かいたいなら別に止める道理もない。あんたは男の心をもてあそんで振り回すような不誠実な人間じゃなさそうだしな。そういう相手に振り回されたことがあるのか？俺の話じゃないぞ。私も似たようなスタンスだよ。優にやる気があるなら別にそれで構わない。そうなのか。別れを告げた時は遠ざける方が優のためかと思っていたが、どうやらそれも無駄のようだ。昔ある男が私のことをワルキューレと呼んだ。業を積み重ねすぎて近づく者までその業に巻き込むと。どうやら私は遥か昔に優を自分の業に巻き込んでいたらしい。あんたと優にそんな縁があったのか。私の業に巻き込まれた人間はこれまでことごとく死んでいる。だがせめて近くにいてくれたら守ることはできる。それで優を引っ張り出したのか。どうせ業に流されるなら目の届くところにいてくれた方が安心だからね。やれやれ、自分を守るために引っ張り出されたと知ったら、あいつは荒れそうだな。それを拒否して飛び出すなら、それもまた仕方がない。私にできることには限りがあるというのを今回思い知った。できることをするだけだ。わかったよ。どちらかが不本意な形になってるんじゃないかというのを心配していたんだが、そういうことなら理解する。ありがとう。ああ、せいぜい使ってやってくれ。それじゃあ連れてくる。エンジンをかけておいてくれ。はいよ。勝手に貸し出しするなんてひどいな。お前、いつから聞いてた？兄さんがゆえさんに俺とよりを戻したのかって尋ねてたあたりから。ほとんど最初じゃないか。本音を聞いてがっかりしたか？ううん、ちょっとは予想してたことだし。それにゆえさんは先代のように俺を失いたくないって思ってるってことだろ。それが聞けただけで十分だよ。ずいぶんポジティブシンキングだな。多分俺とゆえさんの間の絆を認識できたからだな。
彼女が俺がそばにいてもいいと思ってくれてるなら頑張れる。覚悟を決めたのか。ただし無茶をしすぎてユエさんを困らせないようにな。どう考えても無茶をするのは彼女の方だと思うけどね。ゆえさんがターゲットに接触成功したみたいだ。作戦